よし、行きます。全部剥がれ落ちたよな。おお、こっから怖いな。ここ剥がれたらもう。よいしょ。あ、ビレー解除。はい。はい、オッケー。はい、取れそうやろ、取れそうやろ全部取れたらどうしよう思いながら、でも意外としっかりしとった。叩いたり蹴ったりしたけど、うん、道がついてもらう。多分道じゃないね、獣道じゃない。ありがとうございます。だからみんなやっぱりこれを知ってね、ただこれをトラバスできるっていう、まあなんていうのかな、バンドというか。ロープどうする？いや、ロープこのまま つけてこうかな思って。うん、ほんでさっき俺トラバス行ってくるから、ほ、うん、で向こう様子見て。めっちゃ暑いな。え？上に行くほど暑いってどういうことや？それはもう沢は涼しいよ、なんやかんや言うけど、うん、水があって全然ちゃうな。うん、それはもう全然ちゃいますわ。そら水面を風が流れてきたらクーラーの原理はな、冷えたもう広て、水の風を気持ちいいよ。うん、水温の上だけは温度上がってへんやんか。ここはもう上がる一歩やけどさ、火当たったら、うん、火当たったらそんな上がれへんやん。うん、多分これはいけると思う。うん、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 行くよ。ここくぐるときだけ、シゾ、ザック当たるように気ぃつけや。ここくぐるときだけ、ザック当たるように気ぃつけや。パーンとやられたら振られるからな。シゾ、ここだけや。ここで、もらうわ。ここ涼しいわ。滝が近いからかな。はい。なんて？ゴーグル？お前の？誰かの？
そういうことは誰かがやっぱり これを使って巻いてるんや。あれみたいんけ、剣の天やったっけ、何やったっけ、天の木みたいもんちゃん、ああ俺たちだけかと思ったけど言うて、これはでも俺たちだけちゃうけど、ちゃうゴーグルなとか言って、いやちょっともうちょっといいもんがいいな。ありがとうございます。あれ何やったっけ、百条やったっけ、何やったっけ、百条か、百条、あれは百条やった、俺はゴーグルやんけ、ゴーグルちょっと違う。どうする、これもこっからはそんなにあれやろ、もう曲がっていくし、うん、外す、うん、もうここでちょっとついてるから、うん、あのザックつけてまうかも、うん、もうカモン邪魔やもん。あと最後がな、多分なんか閉じてって書いてんのがちょっと巻きやらしいかも。え、ま、最後って12番ぐらい、あれ大巻きってなんか、うん、やけど閉じてって書いてあんねんか、わざわざ、うん、閉じてってことと半やん、うん、でもここは悪魔って書いてあったね。で後半多分抜けてる人も少ないから、吉岡さんどっちかやろ、なんか俺あの今までずっといろいろ言っとって、うん、そこを順取って、うん、俺はもうちょっとなんかこう緊張感持たせること書いとってよと思ってたの。簡単に書きすぎやろこれは。だって吉岡さんは勝手に登ってる。いやだからや、で、あれ吉岡さんのな、うん、自分のあれだけやったよね、あの記録本だけやったら、うん、一応全員が読んでるからね、出版して世のな、俺らみたいなビギナーたちがさ、そうバイブルとして読むわけやからさ、そこは大げさめに書いておらんと思う。あまり言わんとこ、もし会える機会があったら、さっき酒飲んだぐっちたまいたよ、ちょっと報告しとくわ。またや、あ、リンド見えた、こっちのこれからみんなエスケールするんだろ、ほらトラックから帰るなあ、こっち詰めてまたゴルジュ、これがだから10番に続くゴルジュっぽいな。もうこっちで曲がってんね、いいもんじゃある、なんかえなんか今そろそろ出てきそうな、めんどくせ、向こうの方がええかな、向こう登れるかな、結構高いですね、ダムの放流みたいな滝や、いやこれやろ、これ行ってあの上乗ってちゃおうか、だってこっちやろ、沢はこっちやったらあれ越えなあかんからな、そうと向こうの入ってるルンズへ
距離感無理やな。だいぶ向こうまで行かなかな。距離感というよりトラバス無理。あ、無理。平行トラバスが無理。高さが一緒やもんね。よし、ロープつけた？つけた。なあ、ほんま？ある。全然重さ感じんわ。ほんま？よし、ほんならこれ上がっていこうか。上がって、あの岩の回り込んだ上ぐらいまで行ったら、どうな、ど、なんか出てくるような気がするんだな。確実に踏まれてるな。あ、抜けた。よっしゃ。もうそこ落ちるっちゃ。シーズン、これな。この木。この木持った後、この木ここ持つなよ。ここ持てよ、ここ。下、腐ってるから。ここ。ここ。持つんやったらな。それあかんって腐ってるから、だから下持てって言って。ここ。あ、これな。こう降りてくる。そのままこっちトラバス、そっち行ってみよう。そこも降りれることはないけどな。向こうの方が楽かもわからん。どう？厳しいか？え？足が外すのが行くよ。いや、吐き休んだ時に動き出したら足つりそう。固まった。こういうとこあんまり好きじゃないな。癒し系や。この辺ほら。天板。天板。
なあ。めっちゃ穏やか。ワイヤー張ってるってことはここ。切ってるな。あのやっぱり昔から職人のあれでなんかあったよな。職人小屋かなんか。いやいや左やねんけど、うん、なんかそこを見な、うん、なんか大きい枝が入ってるって右からな、うん、これのことかな、うん、上歩こう、おー天満屋、何人泊まれる、ふかふかでしたよな、うん、いろいろのなかったからな、怖いわ、どこでもおるよ。河原はまだちょっと夏やん。うん。大暑。結構魚影濃いな。なあ。魚影濃い。うん。すごいねこれ、まあ、どこまでも続くやで、超穏やか、水は確かに昨日より冷たいわ、水は確かに昨日より冷たい、思えへん、すごい渡ってたんだ、そうなんかな、入ったら足がめっちゃ冷えるもん、そう、うん、いや気持ちいいよ。でも冷たさがなんか昨日より違うような気がする。どうか。なあ。そこをへつって。綺麗な、すごい雨だほら、うん、うわ綺麗な、うん、すごいな、いきなりコケコケするな、うん、シーチャンゴドミの岩登り、階段が、階段や、たまた蜘蛛の巣が多すぎて無理って言うていい、ちょっとなあ、この際からなあ、嫌いなもんバー並べてくやんか、なあ絶対爽やに向いてへんな嫌いなもん並べたらな、うん、なあ、なんか分からんけど一番好きやんだろ、ほんで、うん、なあ行きたいねええけどもうだからさ、その辺をここ入ったら無理なもんしかないやんか、そうやねん、ないやでも癒されてんねん、癒されてんねん、うん、それは超えてくんねんな、うん
巻きも嫌いやしとハム嫌いやねんけど来たいねんかなりだってだって経由会入るぐらいやもんなそうやりたいもんな入ったんやけどな嫌い全部嫌いやねんなパーラーでどこかなんよっしゃ。ミニゴルジュや。超ショートゴルジュ。おお。すごいぞこの奥。両側バーン立ってなあ狭いけどかっこいいみんな帰りたくなるなもう松村さん伝えてるし日本に帰るって言いそうになってたすげえなこれ見て写真撮ってるこれすごいぞテンション爆上がってきたこれ目覚めたわこっからするのがええんじゃんわーおわーおやぞ薪やぞ薪まあまあの薪出てきたぞどっから巻くねんこれこの滝めっちゃかっこええ、いやこれはすごいけどこれで普通これで巻きつきに使うんやろなこれでもあのチョックストーンの残しがうまいかやねんでか見た、うん、ちょっと左から行ったら楽そうやったな。リンドへ。よっしゃ。はい、リンドへ。あ、ちょっと待って、静岡。これやったら、右降りた方がいいな。こっから、この辺ぐらいから、
そっち塗んで降りれるわ。せやな、うん、せやないと林道のところ木は切ったら急に落ち込んでるかもからん、うん、よし、ちょっと右寄りに行きたかってん。ああ、これや、こいつこいつ。ありがとう、うん、すごいな、これがあるんやな、多分。はあ、あっちは岩と、ここだけ抜けてんや、はあ、嬉しい。初探求沢入ってる、よかった。最後は迷惑かけたけど、いや全然、どえらい迷惑、全然や、全然ご飯に比べたら。ああ、目まといもらえなった、うん、林道出たらおらんやもな、思っとって。ああ、もう懸垂で降りよう思ったら降りれるけどな、どないかなるんやろうけどな、うん、もう今のところやっぱ綺麗に尾根出たら悪いかな、うん、石跡をなるてる。あ、ほんまや、こっから見てくださいよ、 あれかな、うわ、すごいな、ほんま。ということは、ここまで車は来れるね、完全に、うん、石屋と展望地、もう木が切ってへんから、こ、あ、こっちか、何を言うとんの、全然見えへんやん、ここハッサールが綺麗に、ここから来たから、わあ、すごい、うわ、かっこいいな、うん、これ何メーターねろ、クラック巻いてあるメーター近くあるんじゃん、すごいね、中国みたい、うまっ、うまい、石跡だ、あれ、右側の石ほら、そう、もう落ちそうやな、すごいね、ピンクテープと出てる、ピンクテープ前の辺か、追ってるな、帰り道、帰り道追ってるな、ピンテープついてるからよかった。え、俺が体力ないばっかりに、あの遅くなってしまったから、これで間違えたらどうしようかな思って、ちゃんと見てる、ピンクテープ見て安心したわ、ちゃんと見てる、ちいちゃん、ちいちゃん、恐ろしいほどの荷物抱えてるけど、見て、バック装備、もう一人で持ってる人が可愛い、ね、もう重装並みの、対して松村さんのカーナックぺっちゃんこ日帰りですか、足つったからちいちゃんが優しく持ってくれました、ん、あ、ほんまや、すごいな、あの旅筋じゃな、すごいな、すごいな、あれ見て、あそこ、あの奥、うん、あ、しんど、なんか見えたぞ、あー、ついた、しんど、限界やもん、7時14分11時間20分ぐらいの行動、20分が30分、あ、ダック下ろしてない、開けてくるわ、
しんどい、もう嫌だ。Yeah.